おはようございます。起こしに来てくれたの、ミンタ。ありがとう。よいしょ。起きようか、そろそろね。ね、いいですね。今日も健康だ。もうすぐ食べた。はい、ごちそうさま。よし、じゃあみんなお散歩行くよ。お散歩だ。楽しみなお散歩タイムですよ。よいしょ。はい、今日はこの洋服にしましょう。みんな潰れてちゃ着せらんないよ。いや、ちょっとお顔貸して。よいしょ。あ、いいですね。あ、いいほっかむりちゃんだ。みんなはいつもパパと散歩行くときは一回このほっかむりちゃんにされるんです。かわいいね。待望のお散歩タイムだ。よいしょ。よし、行こうか。準備完了。行ってきます。天気いいね、ミント。ほんと快晴、気持ちいいわ。もう20度以上あるからね、気温ね。最高の散歩日和だ。でもこんな散歩日和でもさ、なんか俺が一人で散歩してると変な人に会いがちだから、ちょっとドキドキするわ。一番最近の変な人エピソードは、急におじさんに話しかけられて、え、これ柴犬って言われて、いや、いや、あの柴犬じゃないですよって言って、シズですよって言ったら、なんかそのおじさんが、いや、なんか俺柴犬しか飼ったことないから他の犬わかんないんだよねって言われて、いや、なんか柴犬しか飼ったことないんだったら逆に柴犬がどんな犬かはわかんなきゃいけないんじゃないのって思ったけど、ちょっとそんなツッコミをしてしまったらね、話が弾んでしまうんで、ちょっとそこはそうですかって言ってお別れしたんだけど、ちょっとあれも不思議な経験でしたね。はい、みんな、ただいま。じゃあまずはお靴脱ぐよ。靴を脱いで、よいしょ。また拭いてるからね。よいしょよいしょよいしょ。ああ、嫌がってる、すごい嫌がってる。だってあんた、このさ、足の付け根のあたりにさ、おしっこが跳ねてるでしょ。ちゃんと自分の尻拭いをできるようになってから反抗しなさい。あんたはお尻の穴どこだ。あった、よいしょ。はい、で、おお、行っちゃった。喉渇いたんだね。美味しいですか、お水。
これほんとミントの水飲む顔がすごい好きで、飲み始めるといつも見ちゃうし、生配信でも飲み始めるとね、結構アップでずっと映したくなっちゃう。あれ皆さんも好きですかね。そろそろ昼ご飯にしようかな。今日はママがいないからちょっとデリバリーでもしちゃいましょうかね。あれにしよう、大好物のココイチ。いや、いろんなカレー屋さんあるけど、もうココイチはぶっちぎりで好きですね。でもう頼むものも決まってるんですよ。あさりカレーにほうれん草トッピングで、辛さが3辛で、サイズがね、ライスの量がなんか大盛りみたいな1段階上のやつ。届いたやつに自分の家にあるチーズを山盛りかけて食べるっていうのが僕のお気に入りです。デリバリーのちょっとお願いしたいんですけれども、はい、アサリカレー、たっぷりアサリカレー、はい、これの3辛で、はい、お願いします。はい、失礼します。注文したよ、ミント。あとでピンポン来るからね。お友達じゃなくてカレー屋さんだからね、大騒ぎしちゃダメよ。来た来た、びっくりしたね、ミントカレー屋さんだよ、カレー屋さん。ミント待って、このカレーだけですよ、来たのは。これはカレーだよ、カレー。ミント食べれないのアサリカレーです。ミントは食べれない。匂いだけ、はい、匂いだけ。クン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 、いい匂い、いい匂い、いい匂いだね。チーズいっぱい乗っけてくよ、ミント。なんかミントのおやつみたいだよね、この袋に入ってると。注目してるね、だから。これミントのおやつじゃないよ。こんな感じでチーズも山盛り乗っけて、これが最高なんですよね。じゃあミントくんに羨ましそうな目を向けられながら食べていこうと思います。ミント待ってだよ。待ってだよ。ミント。出る。ナイス。いいね、上手ですね。じゃあミントいくよ。ベル、ミントベルこれね、全身でベルに追いかぶさっちゃったら音出ないんだよ、ミント。手だけで押すの。ミントベルちょっとおやつばっか見てて、これもうめちゃくちゃめちゃくちゃです、あんた。ベルが、じゃあミントベル、ベル膝の間に挟まったもう仕方ないな。うん、上手です。もうないよなんでおやつなくなってからのが綺麗に押せんだ可愛いね。ミミ、そろそろ昼っぽい行こうか。君がお家の中でトイレしないから1日3回おにゃんぽ行ってんだよ。ドゥーン、ドゥーン。さあ行こうか。よいしょ。
よし、終わった編集。動画が出来上がりました。ミントさん待っててくれたん。ママの靴下カミカミして待っててくれたの。ミントありがとう。ママの匂いが恋しいね。ママ早く帰ってくるといいね。チュン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 、引っ張りっこ引っ張りっこ。よし、じゃあ編集も終わったし、ちょっと遊んじゃおっかな。はい、これで遊びます。 Nintendo 3DS ゲーム機ですね。まあ今 Nintendo Switch がね一番新しいやつだと思うんですけど、ポケモンの過去作、昔の作品をやるのに今ちょっとハマってて、ちょっと昔のゲーム機を使ってこれから遊ぼうと思います。いいでしょミント。クン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 、いい匂いする？ポケモンの匂いする？あら、立ってる。お腹痛いんですけど、お腹に刺さってる足が。入れてて。あー、行ってしまった。あったかかったのにお腹が。お散歩から帰ってきたということは、もうミントもテンション上がってる。パパの晩酌タイムだよーん。めっちゃお手軽おつまみを作りました。これは、ちくわの上にかいわれ大根を置いて、味噌とマヨネーズをただ乗っけただけというね、もう超シンプルイズベストなおつまみとなっております。このね、ちくわかいわれ大根は結構マイブームだから、もうしょっちゅう作って食べちゃいます。ミントも気になるね、これね。なんだこれなんだこれって。今日飲むのはこのスプリングバレーっていうなんかキリンから出てるビールですね。なんかこの前海鮮丼屋さんに海鮮丼買いに行ったら、なんかおまけで一本差し上げますよって言ってくれました。じゃあミント、今日も一日お疲れ様でーす。ぷるぷるぷる。ビールの底を舐めてくれるんですね。乾杯。ドゥーン。なんか海外ビールっぽいやつするわ、これ。美味しい。じゃあこちらのちくわかいわれ大根も食べてみようかな。美味しい。かいわれとちくわの組み合わせが本当に好き。あれ、ミント、気になってんのかいわれ大根。気になってるね。食べたい？ミントも。どうやらワンコもかいわれ大根食べれるみたいなんで、じゃあミント君にあげてみようかな。初かいわれ大根だよ。楽しみだね。どうぞ。食べれる？気になるね。勢いよく。チャプ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 。噛みちぎれる？なかなか噛みちぎれないね。しゃぶってるかいわれ大根。かわいい。チャップチャップ。あ、噛みちぎれた。おいしい？気に入った？気に入りましたね。やっぱさ、俺と食の趣味合うよね、ミントね。渋いよね。あ、なんかもう一本欲しそうな顔してますね。もう一本食べる？じゃあ晩酌も終わったので、そろそろお風呂に入ろうかなと思うんですけど、ママはね、お風呂に入るとミントがお風呂場までついてきて、でそのお風呂から出てくるまでずっとね、バスマットの上で待ってんですよ。パパがお風呂入っても同じようにお風呂場までついてきて待っててくれるのかなっていうのをちょっと検証していこうかな。まあこうやって今日一日密な時間を二人で過ごしてきて、信頼関係もね増してるはずなんで、
来てくれると思ってるんですけど、それを実験してみようかなと思います。じゃあミント、パパお風呂入ってくるからね。ちゃんとママみたいについてくるんだよ。わかったね。わざと開けとこ。これ入りやすいですよ。ここのドアもちょっと半開きにしとこうかな。あえて入れる余地を作っとこう。いいんだよ。いた。いてくれたの、ミント。バスマットじゃなかったけど、いてくれたね。あら、ありがとう、ミント。でもやっぱさ、ママの時はこのバスマットの上で座ってるのにさ、俺の時はちょっと距離があったのは、多分そこなんだろうね。ママの方が縦は好きだな、お前。でもありがとう、ミント。